約13万件というふうなので、何のこっちゃと思ってみたら、マイナンバーカードに口座登録したい、カードリーダーを置いてある役所で入力する。前の人がカード排出後ログアウトせずに履歴、前の人のままの画面のまま登録、前の人のカードに自分の口座情報が入ってしまうやからとかっていう風なので、はい、先見の明のある人たちがあれだけ警鐘を鳴らしていたのになりふり構わずご利用してきた結果がこれ。立ち止まれない自民党政権の失態が次々明らかに、次はどんなトラブルが出てくるか楽しみにすらなってきたよ。要するに、マイナンバーカードに登録されているのが13万件、ご登録、家族名義が13万件、748件がご登録の可能性っていう風に出てきてます。いやーとすると、2万ポイントあげますからマイナンバーカード作ってくれ、そういうことでしたのね。いろいろとまともに使えてないっていう風な自分たちもわからない中、とにかくマイナンバーカード作れば作ったところからマイレージがもらえる。我々ガッポガッポ。でもマイナンバーカードがなかなか広がらねえな。よっしゃ、ポイントを餌にどんどん広げてやろう。そしたらこちらのガッポガッポ。あとのことは後のことで考えればいい。というふうな感じでやってきたんですね。公金受取口座をめぐっては、子供の親なの本人ではない家族名義の口座が登録されたケースのほか、家族ではない無関係な別の人のマイナンバーに登録されるミスが全国で相次いで確認され、デジタル庁はすでに登録されているおよそ5400万件を対象に、日本の国民が1億何人だっけ、どちらとしても 40% ぐらいはもうやってるってわけか。また別の人のマイナンバーに登録されたと見られるケースも748件と確認されたということです。5400万件の中で748件。マイナンバーの氏名と公金受取口座の名義やシステム上その公金受取口座。来るんですかね？ 10 万円。たった1回だけでしたね。それまでの間、マイナンバーの氏名と漢字の金融口座名の口座の名義と振り仮名を照合する新たなシステムを年内に開発し、実用化を検討するとしています。年内ということは、今現在6月ですから、7、8、9、10、11、12、約半年。無理でしょうね。一方、別の人のマイナンバーに登録される密については、登録されている口座の情報をマイナポータルサイトから見られなくする措置を一両日中に行おうとしています。対象となっている方に おかれては お手間をおかけして申し訳ございません。万一ご自身でない口座が登録されている場合は、速やかにご自身の口座に変更していただきたい。と述べました。マイナンバーと紐付けることで国の給付金、受け取られるでしょうか。今まで10万円しかなかったような気もしますけど、10歳の子供がいる47歳の女性は、私も子供もそれぞれ本人の口座を登録していますが、マイナンバーカードは個人情報が紐付けられますので心配です。いろんな人が一気に登録したので問題が起きたのではないか。自分たちの情報も入ってるので国にはしっかり管理してほしいです。無理です。マイナンバーカードのマージンを思いっきりもらうがために広げたことですから無理です。早急な進め方に対応できず立ち止まり総点検。詳しいのかい本当に。13万件は決して小さな数字ではない。そうですよね。5700万件の間の、まあ、パーセンテージで言えば確かに 0. 何パーセントってな感じですけれども、まあ多分、トップの方は、
小さい数字ですっていう風に言ってるでしょうね。 0. 何パーセントですからっていう風な感じで言ってるでしょうね。日本医師会常任理事信用に基づき活用正確さ重要、高木政調会長、政府は対応策を無理です。対応策ができるような人なら、もっと違うところに活用してますよね、自分の頭。ま、皆さん、これが、統一教会に献金して当選しました人たちのやり方です。